はい、皆さんこんにちは、アジでございます。三国志13ですね、やっていきましょう。アニメは楽園の内14に通じているとか。あ、この人弟にあんのか。のち開発に協力してきませんか。いいですよ。で、また何かお聞きください。多くの人民を、あ、民心を高めると、まあ、損策感じる。良いぞ。はい、あ、また来たね。あ、いっぱい来たわ。検索いたし。はい、どうぞ。どうぞ。良いぞ。はい、良いぞ、良いぞ。ね。で、今度こっち。内政で、農業だね。はい。はい。はい。話がある。承知いたした。あ、風になったんでしょうかね。さあ、私は今誰か手伝ってんですね。報告します。はい、どうぞ。あ、兄弟だね。絆がね。この恩義、忘れません。はい。あ、なに、礼にあげば助けないじゃないよりだと。あ、お目が回る。いや、私お目が回るって言われたから、手伝いに行っていいのかどうなのか。あ、止まってかいいのか。はい。失礼する。何が人に受けるかわしに言ってみることないか。防衛に存じる。皆さん、タイムです。まずは、こういった甘いのを紹介しましょう。あ、外れたね。あ、もう文化しかないもんね。よっしゃ、もう66でいっちゃおうか。はい、どうぞ。聞いてくれ。お任せください。お前、まだ何か言ってくんの？なんかいっぱい言ってくんだけど。こうしてはいかがか。誰、あなた、あ、関東さんか。まあ、戦場での兵の、連動が接種分けもするわけでの訓練とか言い出したけどね。まあいいでしょう、もう。良いぞ。はい、どうぞ。もう、やること一応、あ、でも文化二人やってるもんね。あとは待ちましょう。またなんか言ってきてるよ。ああ、また、あった、おった。お聞きください。あ、そうだね。ナンバーワン。今回その民心っていうのは忠誠になるんですか。失礼いたす。千まで行くんですね、そっちもね。これから楽園の巡察見てるのですが、よければ力を貸しながら。いいでしょ。はい、楽園の都市使命が達成されました。楽園の内政充実使命が達成。難易度簡単。構成最愛実績が上昇。もう、まだこれでわかんないね。内政充実により楽園の繁栄が上がり、各内政地の上限が解放されました。あ、燃えてるあれかな、守備はこのように。はい、ゾンビさんもご覧ください。かなり復興も進みましたぞ。うむ。多分そうだな。さて、そろそろ潮時か。失礼いたす。はい、何？何のようだ。報告にございます。は、ご、御殿の南の井戸より、五色の光たちが上がっていると、民たちが騒いでおります。そんなことが。あらんと、ご主人光、姉さん、姉様、これは緊張にござる。すぐお調べあれと。いいだろう。あ、面白い。では、調査してみることにしようと。落葉調査してみましょう。調査では、在野部署の技を入手したり、管理を拾ったりすることができます。はい。調査は任務上がなくても実行できます。今回は、外注調査を選び、尊敬心で落葉調査してみましょうと。はい。どうやって？え？孫権自身を選びって書いてましたね。もうちょっと送った方がいいの？あ、私今何かしてんのか。そっかそっか、手伝いしてんだね。ああ、そうだ。孫策に言われて手伝ってんだ。考えがございます。はい、どうぞどうぞ。あ、もう。良いぞ。やってください。はい、もうあなたも、ね。申し上げまする。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。構わん。忙しい。あなた何？考えがござる。はい、はい。少量で、あ、どうぞどうぞ。良いぞ。はい、はい。はい、続行発見しました。続行発見、一応しましょうか。行くか。続が見つかったか、ハークに残るあとね、このコートの虎が相手だった。あら。命が惜しけりゃ、そこをどけ！軽率な。勝てると思うてか。ケンさんどうなんでしょうか。我が力、ね、その身で死ね。で、ね、これある程度ね、私も分かりました。これ相手の攻撃が見れるんですね。1回目、2回目、3回目、あ、1号、2号、3号、4号、5号まで見れるのかな。で、小槌で見れるんで、まあ、じゃんけんですよね。
で、この場合攻撃で相手攻撃できるので私は防御することができると。で、まあ、一冊使っちゃおうと。まあ、こんなこと言うんでしょうかね。はい、行きましょう。くらえ！やるよ！これでもくらえ！我が力、その身で死ね！おお虎の牙に砕けぬものなし。絆が発動するんですね。くらえ！やるよ！次からは相手を選ぶことだな。本当にね。はい、武力経験を上昇しました。報告にございます。はいはい、感謝します。はい。あ、なに、恋愛は助けになれて何よりだと。やっと聞こえましたよ。調査ね、テーフさんちょっと困ってますけど、ほっときますわ。やるとしよう。はい。おや、商人が作物を運んでいるな。土地の者から情報を得るのもいいって。さて、どうしようか。飽きない調子についてたので、作物を運ぶのを手伝おう。調子について聞いてみましょうか。おい、そこの主に捕まることは最近秋田の調子はどうだ。最近は作物がよく売れまして、今日もこのように買い付けに行ってまいりました。行っていましたか。それでは繁盛しているわけだな。はい、おかげさまでお客様が絶えません。あ、笠井様ですね。おう。おう、貴殿か。相変わらず元気そうだな、そちらのご人は。お主が高名な、笠井殿だったか、わしは孫文代と申す。よろしくお願いいたすと。加工病って言ったらいいのかな。お初の目にかかります。こちらこそよろしくお願いいたします。機会があれば今度ゆっくりと話をしたいものですが、そういうのそれでは飛びできて、こんな感じで分かったりするんだね。あ、でまたやられた。また調査をしようということで、ね、ちょっと待って、ね、課題は落葉を調査しようね。よいしょ、調査ね。はい、10日間やるとしよう。おう、これが、おう。はは。あ、それこそまさしく伝国の玉璽、先頃の霊天における混乱の最中で失われたと聞いておりましたが。その件、どう見る？あ、箱からだ、見られた。思いついたことがございます。は、これは天が父上を天使の位に登らせんと知らせを下されたものと。あ、父上？それは道理に合わん。青いな、白鵬天の石などというものは存在せん。あるのは人と地の身だと。ああ、そんなこと言うのね。人と地。うん、この教授を得たことで世の人々は孫文代に天命ありと見る。それこそがそれだけが重要なのだ。ほう。関西の中心と民への定義に加え、これで天命という大義を世に示せた。さらなる将兵が我が元に集まろう。そんなことが。なるほど。幸いにしてわしらには高等の地位があり、そしてこれより人が集まる。これで野望の土台は整った。あ、野望ですか？あ、野望だ。活目せい。あ、これで孫文代は天下を狙う波動こそ我が野望よ。承知いたした。お、天下お任せを。あ、父上、そのお言葉をお待ちしておりましたぞ。なんだこれ。何よか。なんて言うんだよ。ハック、ランゼの男と呼ばれたのだ。これ以上、痛快なことはあるまい。行くぞ。さあ、無駄な戦は切り上げて、弁償に決めでも伝えて、ここに帰るとしよう。こんな、課題の練習を訪問して反応の仕事を何回続けましょう。おぉ、そんなところまで自分がやだね。課題に行けと。いや。お聞きください。まあ、やっていってください。よいぞ。はい、よいぞね。じゃあ出ていきましょう。もう一度見ますね。練習のいる課題へ移行せよと。縄文ですか。移動ですね。で、課題。こんな場合は、これでいいのかな？か。はい、あ、課題ありましたね。4日。向かうぞ。孫権様、商業の発展に関して、6のためから、武道士の献上がありました。
武道士を獲得会が可能と。課題に入りますか。はいと。話がありまする。申し訳ないが体調が優れぬゆえ軍を引き払うことを許しあれと。交渉か。病の名を当ててみせようか。玉獣だから帰るだろ。違うか。おう、無礼者めが。あ、何が。ほうだ、我ら連合は監視のための連合、監視の宝を名士に預け朝廷に帰るが通りであろうと。何か調査が終わりか。もう一度申してみよう。知らばっくれるじゃないわ。都でもはや噂しの者はおらぬ。怯えて動かぬ所長に代わりて敵を討ち、横暴不中腹世事忠義の将孫文大と。はいはい、もう失礼する。これじゃまたもよ。よ、果たして我らは帰る前に。あ、まあ、待てお断りする。あ、まあ、どうは無用と申し上げたと。我が意押し通させてもらう。これ以上は権利で返答に達す。ああ、そう。おのれ。この縁本書をなめよって。愚か者めが、逃さんぞ。コーラン先回りしやつを取るよ。お、すごいね、コーランさん。こんな感じになってんだ。おとなしく爆につくか。玉獣差し出すかお選びあれと。共に語るに足らん。やれやれ、そちらの分には言葉は通じないようだ。あ、なに、お忘れか。いざ覚悟せよ。は剣に行って返答すると言った。お、一騎打ちするのかい。まあ、腕っぷし長いけどね。いざ雌雄を決算。あ、一騎打ち4、一騎打ち5、あ、あと武力で13。孫文大の前に立つか。その度胸だけは褒めてやる。我が力その身で知れい。ああ、最初しか見れないんだね。どうしよう。ああ、攻撃とかってからね、防御でね。今回防御しても、ま、あの全く減らないんですよね、攻撃に対して防御した場合は。で、この心技体の文字が溜まっていくみたいです。だもんでね、じゃあ防御で必殺攻撃崩しきたらどうしよう。まあ、相手にだって得はない。おい、おう、はっ、はい、防御したと思うんですけど、なにこれ、こんなあるの。おりゃー。お、なんだ、攻撃だね。はっ、あー、崩しきちゃった。演奏芸は構えを崩され自動のこれができなくなりました。ああ雌雄を決算。孫文大の前に立つか。その度胸だけは褒めてやる。我が力その身で知れい。ちょっとさっきはね、欲張りすぎましたね。また攻撃でしょ。次はね、もう防御必殺攻撃。もうなんかね、崩しはね、私得意じゃないでね。最後だけ崩す。いや、これでいっちゃおう。我が力その身で。ああ、いい感じ。ああ、ちょっとコーラさん減りましたね。くらえ。くらえ。貴様らには受けきれまい。ああ、そうくるか。しまったね。おや。あ、勝ちましたね。ボラに勝てると思うたか。この言葉がすごくなんかピエロに聞こえるんだけど。
さっき負けてたわね。あ、父、よくぞご無事で、よくぞ無事にお戻りよ。散々バカにしてやった。つらい。行くか。あ、だが言わない、いざ楽屋出ねば。申し上げます。お伝えします。巨匠にて、流氷が我が軍への敵対表明、退路を塞がれました。なんだと。あらま。流氷か。間違いなく炎症の差し金であろう。しかし想像以上に手が早い炎症、ゾーンがあなたの男だ。厳しいかと思います。炎症はともかくして、流氷は兵を置く厄介な相手にござる。力押しで抜くにはやや手に余りましょう。うん、とはいえ、そう長く時は避けん。進軍だ、したくせい、急ぎ軍備を整えて流氷を破り、後頭へと帰還せ。190年1月31日まで強者の流氷軍に殲滅しましょう。ただし流氷は非常に強力です。武将の登用や巡殺訓練などで訓練を十分に強化して、あ、結構大変なあれだね、これとなると、今の兵力は、まあ、課題そうだね。巨匠の流氷勢を撃破しようということなので、これがあれかな、あ、これがそうだね、これが今、あー、訓練度だね。で、あ、そうか、兵の人口は自分で決めれないんですよね。ダモンデじゃあ何するの、手伝う前にやることあるよね。あ、ちょっと待って、あ、そうかそうか、ダモンこっちだね。とにかくこっちをやらないと、やり、はい、私自身がやる方がいいのかな。いや、ここは話がある。他にね、承知いたしましたぞ。やっていただきましょう。で、軍ね、で軍ね、騎兵は誰？あ、あと適正ってあるんだよね。だからこの三国志ね、昔からそうですけど、上に来る人はちゃんと適正合ってると選んでくれるんですよね。話がある。ワンの時はそんななかったですけどね。楽屋で聞けるのか。かしこまった。はい、どうぞ。あとは空いてないんで、手伝いましょうか。はい。息災か。感謝します。あ、ちょっと時間がありましたね。そしたら、この辺で終わっときましょうかね。ちょっと待って。じゃあ、三国志13ですね。この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。